古代にはとんでもないサイコパス天皇がいた。第21代雄略天皇。雄略期には天皇心をもって人し誤りて人を殺すこと終始天下そしりて大悪天皇と申すとあり、雄略天皇をこの世で最大の悪人のように表現している。日本書紀には朝見ゆる者は夕べに殺され、夕べ見ゆる者は朝に殺されとあり、雄略天皇の恐怖政治が伺える。古事記にはよく外出して女性に声をかけていたという記録もある。存在自体が疑われる人も多い古代天皇たちの中で、雄略天皇は実在したことが分かっている日本最古の天皇です。怖すぎる。